おはようございます。陽介です。今日はですね、こちらの EOS R10、 先日購入した R10 なんですけども、カメラストラップが今ノーマルのままです。まあ、ノーマルというか、なんならこれ今 80D の、ね、ストラップを使っていて、まあ、R10 のやつは使わないからそのままにしてあります。で、今回ですね、新しいストラップを買ったんですけども、それがこちらです。白馬さんのスピードストラップ38mm ですね。こちらを購入しました。で、こちらのストラップなんですけども、こうやってね、伸縮が簡単にできるよっていうやつになってます。まあ、有名なとこで言うと忍者ストラップとかがね、なんか流行ってるみたいなんですけども、ちょっと高いんでね、こちらの方はすごいお求めやすい価格で売ってましたんで、今日はこちらの方をね、つけていきたいと思います。カメラのストラップをつけるにあたり、ここの部分ってなんていうのかな、つけっぱなしならいいんですけども、結構ね、取り外しするんですよね、このストラップって。だからこうやってやってしまうと脱着がすごいめんどくさいので、なのでみんな大好きピークデザインのアンカーリンクスも一緒に購入しました。このね、アンカーリンクスも似たようなね、あの廉価版というか、違うメーカーのやつがね、たくさん売ってるんですけども、やっぱね、ピークデザイン値段がね、結構いい値段するんですけども、それなりのやっぱ耐久力というか、やっぱ信頼性がすごいあります。僕もね、今これにはついてないんですけども、ハンドストラップですね、ハンドストラップとか結構ピークデザインの製品を使っているんですけども、やっぱりガツガツ使ってても全然切れることもないので、これね、大事な部分なので、ピークデザインしっかりしたものを、購入しました。こちらもね、一緒につけていきたいと思います。アンカーリンクスですけども、これ箱がすごい、ちゃんとここもマグネットになってる、さすがだな。で、これが2個入ってるんだよね。開け方が、これはどうなってんだ。あ、いや、破っちゃうよね。破っちゃうよね。しょうがない。せっかく箱がこれマグネットになってて、なんかすごいしっかりしているのに、ここ切っちゃう。残念。しょうがない。で、もうこれちゃんと開けなきゃダメか。ちょっと開けますね。アンカーリンクスの方はですね、こちらのベースが2個と、このボッチョもついてるんですけども、これが2個の、こっちが2個ですね。4つですね。このボッチョの部分が4つと、このベースが2個ついています。じゃあ、このね、まず、このボッチョの部分を、カメラにつけます。これはね、もう本当にカメラつけるのは、ストラップの通すとこに、こうやってやってね、くるっとやるだけなんで、めちゃめちゃ簡単です。はい、こんな感じですね。こんな感じでつけますね。こんな感じです。で、こっちの部分はストラップですね。こっちの部分はストラップの方につけます。で、つきました。で、これはですね、もう本当にカメラに通すのと同じような通し方で通してるだけなんで、何っちゅうことはないと思います。で、これに、さっきね、つけていた、これですね。ここを、こうですね。カチッと。これはいいね。何気にこのアンカーリンクスの、このカメラストラップのこの部分ですね。これ、これを買うのは今回初めてなんですよ。もともとハンドストラップは使っていたんですけど、これは初めてなんですよね。これはいいですね。これでよしと。で、ここの、ここっすね、これを引っ張ると短くなるよっていう、あ、ことですね。短くなるわ。あ、こうか。こういうことか。あ、いいじゃないですか。どう？見た目も、これピークデザイン使ってる人は、この、白馬のこのストラップの方がここ黒赤になってるんで、こっちも黒赤で結構かっこいいかも。こっちはこれでしょ、黒赤でしょ、これもこういう黒赤になってて、ただこれ初めにここの部分を結構短くしておかないと、ここがやっぱこの分だけすごく長くなってるから、そうね、ここちょっと短くしてちょっと調整してみますね。
ちょっと調整しました。いい感じかもしれないですね。映ってるかな？ここの下のこれですね。ピランピラン。これね。これを下に引っ張ると伸びます。こっちね。こっちやると、ほら、下に降りてきて、で、プラーンという感じになります。で、このプラーンとこのリングをこうやって引っ張ることによって、引っ張ることによってストラップがこのように短くなるという感じですね。いいんじゃない？いいけど、いいけど、いいけど、うん。そうね。いいけど、もともとだいたいこれぐらいの長さで使ってたなと。で、こうしてこうやってやってて、さほど支障がないと。これ、こっち側に伸ばすときあるっていう感じですね。ちょっと今使ってみて思ったのが、確かに。ここでやってる分にはいいかもしれないけど、こう、手を伸ばさなくちゃいけない状況下とかだったらば、うん、こういうのが生きてくるね。確かに。うん。まあ、どうせこれ使うっていうかね、ストラップとして何か使わなくちゃいけないっていうか、まあ、こういう、ね、もともとの既製品というか、既製品のストラップもあるんですけども、それよりは、こういう、うん、これそんな高くないから、ストラップを使った方が、まあ便利っちゃ便利かもしれないですね。うん。だそう思うと、忍者ストラップみたいな、ちょっと高いやつ買わなくてもいいかもしれない。忍者ストラップの半額ぐらいなんですよ、これ。しかも白馬さんですしね。うん、ちゃんとしたメーカーですので。なので、うん、忍者ストラップ買うぐらいだったら別にこっちでええんちゃうかなって思っちゃうかな。まあ、忍者ストラップ使ったことがないから、ものすごい素材が良くて、もっとスムーズにいくのかもしれないですけど、まあ、全然いいでしょう。って思うんですけど、ここがちょっと下に引っ張るときだけ若干、うん、テンションがかかっちゃって体に、行きにくいっていうのあるかもしれないけど、こうやってやってね。まあ、でも、許容範囲だと思うし、うん、商品としてはすごく悪くないと思います。見た目かっこいいしね、うん、ピークデザインのこの赤黒とぴったり合うので、まあ、僕は、まあ、ストラップはこのストラップを、使っていきたいなと思います。はい、というわけで今日は白馬さんのスピードストラップ、38mm ですね。これ 38mm の方がいいと思う。男性は肩に食い込まないしちょうどいいと思います。38mm の方を、紹介させていただきました。こちらの商品は概要欄の方にリンク貼ってありますので、よかったら見てみてください。ピークデザインのこのね、アンカーリンクスもめちゃくちゃいいです。まだ持ってない方、おすすめです。やっぱね、ピークデザインはいいです。うん、高いだけある。それでは、今回の動画いいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ、またね。バイバーイ。